皆さんこんにちは。原田拓国際戦略情報研究所の YouTube 配信を行っております。私リサーチャーの倉持と申します。よろしくお願いいたします。さあ、このいよいよですね、9月になりました。まあ、ちょっと涼しくなってきたかなという感じなんですけどもですね、今日はですね、この9月の初めですね、マーケットで大きな動きがありました。まあ、円安がだいぶ進んだと、この問題について取り扱ってみたいと思います。ぜひですね、アンケートも行っておりますので、ぜひご回答いただきまして、また、より良い配信にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それから、高評価ボタンとですね、あとですね、チャンネル登録もしていただくとですね、皆さんですね、また来週もお会いできるということになってくると思います。最後に、年頭記念講演会というのがですね、2023年1月にありますので、こちらのお知らせの方もですね、していきたいと思っておりますので、こちらの方もですね、ぜひ注目していただきたいと思っております。今日はですね、扱いたいテーマはですね、この円安が140円台になりました。これはですね、24年ぶりに9月1日にですね、ニューヨークの外国為替市場で一時1ドル140円台をつけたということがありました。これはですね、非常にまあ大きな出来事でですね、24年ぶりっていうと、1998年以来ということになります。原因はですね、このアメリカの方のですね、金融の引き締め政策というですね、これが長期化するという、まあ懸念が拡大したというのが、まあ直接的な原因だと言っています。で、こちら、逆にはですね、緩和を、まあ、日本を続けている金融政策がありますので、この、日米の政策の違いから、日米のですね、この金利差の拡大が意識されて、そして金利の収入を見込める、ドルの効果で、まあ、円を売るという動きが加速したというふうに言われております。で、このですね、アメリカの方の、まあ、動きとしてですね、この FRB のパウエル議長はですね、8月の26日にアメリカのワイオーミング州ジャクソンホールというところで開かれたこのシンポジウムで、まあ、発言をしたと。これはですね、高いインフレを抑制するために金融引き締めをしばらくの間継続するということを、まあ、表明したというのがありました。これはですね、やはり物価の抑制を優先する。それから景気後退も厭わないんじゃないかというふうにですね、構えをですね、まあ、示したというふうに見られたという。このあたりが非常に大きく左右しているということが言えるんじゃないかと思います。日米のですね、こうした金利の差の拡大によってですね、今年の為替のマーケットの下落率が約 18% になったというんです。これはですね、変動相場制の移行後2番目に大きい数字となったということになっています。円相場がですね、まあ今年どのように推移してきたかっていうことですね、ちょっと振り返ってみたいと思っておりますけれども、円相場はですね、この春まではですね、1ドル、だいたい110円台で推移してたということですね。3月以降、FRB が金融引き締めと政策を転換いたしました。そして、緩和姿勢を維持する日銀とのスタンスの違いが、このあたりから鮮明となりました。で、それからですね、4月にはですね、130円台になった。ということになりまして、7月にはですね、139円38銭の安値をつけたということがありました。で、その後、ドル高円安は一服していましたけれども、8月のこの議長、パウエル議長の講演後、再びドル買い円売りに火がついて加速していったということになると思います。この円安というとですね、非常に伝統的な考え方といいますかね、今までの考え方でいうと、まあ日本にとって、まあ、ある程度有利になるんだというふうに言う向きも、まあ、ありました。これは、ご承知の通り、この、輸出に企業には有利に働くのが円安という、好材料になるだろうというふうに今考えられてきてですね。まあこれ学校とかでもこう習った人がいると思うんですけれども、今ですね、あまりその公式というか方程式はですね、あまり通用してないようであります。日本はですね、今までまあ生産拠点がですね、日本でまあ物を作っていたんですけれども、まあ最近はですね、海外の方に生産拠点がですね、より動いていく、移転していくという時代になってますので、この円安というメリットはですね、かつてほどの好材料というかインパクトはまあもたらさないだろうというふうに見られています。こうした状況の中ですね、この今のマーケットが与えるですね、影響はどのようなものか、どのように考えていけばいいのかということですね、次に注目していきたいと思います。さてですね、この今回ですね、注目すべきポイントはですね、まあ、円安と言われていますけども、この円安ではなくてですね、ドル高の方であるというふうに今言われています。このドル高、幅広い通貨に対するこのドルの実力という意味ですけども、このドル高是正に向けて動いていた85年のプラザ合意の前に迫るほどのレベルに今なっているということです。で、このドル高が世界経済にどのような影響を及ぼすのかということをですね、今回の問題において、まあ、最も注目すべき点であるというふうに考えています。これはですね、どのような影響がではあるのかというとですね、答えは新興国の債務という問題があります。
この新興国債務の問題がですね、このドル高と密接に結びついているわけなんですけども、この新興国の抱えるこの借金ですね、政府や企業、家計といったものが抱える借金のことなんですけれども、これが新興国の GDP に対する比率はですね、2020年に 200% を超えたというふうに言われていまして、1970年のレベルからですね、約4倍に増えているというふうに言われています。この債務問題がですね、第一波として増えていったのはですね、この中南米などの債務、累積債務問題が深刻になった70年代、80年代。それから第二波はですね、この、リーマンショック後ですね、世界的に運用難が強まっていった時代。で今、この第3波ということで、新型コロナウイルスの危機を経て、債務の拡大のペースは一段と早まっているということが指摘されています。でこうしたこの新興国のですね、債務が増えている状況でですね、ドル高になるとどのような問題になるのかということですけれども、この新興国が海外から借り入れを行って、借り入れにですね、かなり依存している傾向が強いというふうに言えます。こちらの借り入れをですね、ドルなどの外貨で調達するというケースも非常に多く見られるわけです。で、その場合ですね、ドルに対して自国の通貨の価値が下がるというふうになると、自国の通貨で手当をしてドルで返済するという負担がですね、非常にこう重たくなってしまうということ。でこれがですね、新興国のですね、債務問題の一番の根幹にあるわけなので、ドル高がですね、の影響がですね、懸念されるということになってきます。国家債務不履行に至るということがですね、そして懸念されると。かつ多くの新興国に広がるとですね、これが、やがてですね、デフォルトドミノというふうになって、広がっていくということになります。その結果として、国際的にどのような影響がもたらされるかですね。新世界秩序としてどのような形が作られていくのかということがですね、その先としてやはり考えていかなければいけない問題であるというふうに注目すべきであると考えています。こうした将来の動向どうなるのか、マーケットの展開はどうなっていくのかという点に関してはですね、9月2日のですね、兵役研究所の代表による週刊音声レポートの上も詳しくお伝えしています。はい。ぜひこちらの方も合わせてお聞きいただければと思っております。概要欄の方から詳細の方ですね、ご確認いただくことができるようになっております。よろしくお願いいたします。では最後にですね、案内の方をしていきたいと思いますけれども、冒頭に申しましたようにですね、年頭記念講演会が2023年1月29日、日曜日にですね、開催されます。兵研究所としてもですね、半期に1回講演会を開いておりますけれども、非常に多くのお客様にですね、好評をいただいて、で、ぜひ次回の方もですね、こちらの方にぜひご参加いただければと思っておりますので、概要欄の方からですね、また内容、また申し込みの方法などですね、ご確認をいただいて、ぜひともご来場いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということですね、今日はですね、円安の問題、140円ということで、お伝えしました。またこうしたマーケットの動向についてですね、注目して、考えてきていると思います。ではまた今日は最後まで、ご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回お目にかかりたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。